西笑い賞、直し画像西笑い賞、直し状態、天文17年慶長12年12月27日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての臨済州の層、小国寺賞、直し、大長老とも呼ばれる。郷は月初め、南洋、山城国伏見の人、豊臣秀吉や徳川家康の顧問、外交層的役割を務め、 伏見城下の四月に屋敷を構えたという。特に諸法度や外交文書の起草、学問奨励策や自社行政の立案や法要などの仏寺の運営に重要な役割を果たした。天文十七年に生まれる。幼い時に出家し、はじめ、一山派の忍者修行らに参前して学び、天正十二年に荒廃していた、小国寺に従する。 中華昇進の司法となって無双派に展示、昇国寺を再建、昇国寺中高の祖と呼ばれる。翌年には、録音総録となった。その後、南前寺に入ったが、再度録音総録となり、豊臣秀吉の政治顧問となる。豊臣秀吉や豊臣秀頼とも、信仰を持った。文録の役後の講和交渉では、秀吉の前で、 民主からの作法上を読み上げたという逸話でも知られる。慶長5年には徳川家康の命を受けて上杉家との交渉に当たった。この時、章直し宛に直江兼次から送られたとされる手紙が公正に言う直江城である。慶長12年に死去。著書に異国来官人がある。他に伏見版、収益の出版を行ったため。 金星疫学の流星の外もされている。ありがとうございます。